八千坂トンネル愛知県道38号蒲氷、元宿線は愛知県蒲氷市から愛知県岡崎市元宿町に至る元主要地報道である。国道473号の一部に組み込まれている。八千坂トンネルを境として北は岡崎市、南は蒲氷市。八千坂トンネル前後は風景が 神奈川県の箱根峠に似ていることから新箱根とも呼ばれている。かつては、アイ電自動車の路線バスが走っており、観光路線であった。蒲郡市、岡崎市間を抜ける峠道で、蒲郡市側の峠道はカーブが連続する。三谷など海岸部の行商人が、天秤棒で、東海道の宿場を、得意先として、魚介類をはじめ五福などの雑貨も担いで峠を越えた。 三北の元宿方面からは、新丹、弁下などが運搬された。東海道線が開通し物流の変革が起こると、物資の運搬よりも物見油山の意味合いが強まったという。元宿方面からは、塩当寺と称し、海水浴へ、蒲氷方面からは、宝蔵寺や、江門館の上参詣する人々が通行した。しかし昭和に入り、八地下道に県道が開かれ、 八地坂トンネルが開通し、バスが通るようになると、完全に行商人の跡が途絶えてしまった。八地坂トンネルで紐すがら高さ3.3メートル、制限あり。ありがとうございます。